この後は水木奈々さんのコメントをお送りします。アニメロティック。 HBC ラジオアニメロティックをお聞きの皆さん、まゆさんこんばんは。水木奈々です。11月ということで、スタッフの方からですね、過去11月に放送発売されたアニメ特撮ゲームについてまとめてくださった資料を今手元にいただいたんですけど、いやもう懐かしくて楽しいものばかりで、というのも私本当ちっちゃい頃からアニメ大好きでよく見てましたし、あとゲームも結構やらせていただいてたんですよね。でそんな中でまあちょっとピックアップするのが本当になかなか難しいんですけど、やっぱり11月25日1994年に発売されたかまいたちの夜ですかね。私ホラーものすっごい苦手なんですけど、周りですごく流行ってて、でその前に音切り草っていうゲームが出てて、それもプレイしてたんですよ。もう怖い怖いとか言いながら友達ん家でやった思い出があって、でこれもちょっとやってみようかって言ってうちの妹とプレイしてたんですけど、まあ真犯人にたどり着く前に何度も死ぬ死ぬ、後ろから鈍器で殴られるもうしかもゴールまで行ってもピンクのしおりにならないとハッピーエンド、真のグッドエンディングにたどり着いてないんですよね。やっぱりこう一番いい形、なるべく被害者少なくいかなきゃいけないんで、のなかなかそれにたどり着けなくて、ただ中古ソフトを私はゲットしてたってこともあって、そのよそ様の人のデータを見てなんかヒントを得てちょっとそこにたどり着こうとしたんですけど、やっぱりズルはダメでしたね。そうたどり着けなかったなという思い出があります。あとは1999年11月2日これはプレステ版なんですけど、クロノトリガーで、そのすぐあと18日にクロノクロスが出てたりするんですが、私クロノトリガーはスーパーファミコン版でものすごいプレイした人なので、でプレステ版ももちろんやったんですけれども、でそのこうシリーズものであるクロノクロスももちろんやり込んでちゃんとエンディングまでたどり着いて、でどちらも曲がいいんですよ。曲が特にクロノトリガー最高です。もうサントラ擦り切れるぐらいまで聴きましたよ。もうボロボロになってます。もう大好きなんですよ。よくこの話で声優の中村雄一くんと盛り上がるんですけどね、はい、彼はコンサートまで行っているそうですけれども、はい、あとですね2004年の11月18日に発売されてます桃太郎電鉄 USA プレステ2版、これもめちゃくちゃプレイしました。もう大人になっているのに、お仕事もしているのにめちゃくちゃハマって友達とやってましたね、はい、あと全部こう一人でプレイするときは3人がこうね自動プレイしてくれるものになるわけじゃないですか。それをかなりイージーにしてで貧乏神をこすりつけられるたびにもうリセットしたりとかしてズルして遊んでましたねでもこれでアメリカのなんかこう土地勘というか、どういう州があるのかとか、どういうものが有名なのかっていうのを学んだり、あとこうメキシコの方とかも映ってるんですけど、そこでチワワって、私チワワを飼ってるんですけど、チワワってメキシコ原産の犬だったんだってことを知ったりして、いろんな学びがあったゲームです。はい、というわけでちょっと興奮気味にたくさん話してしまいましたが、本当は一つに絞らなきゃいけなかったのにごめんなさい。そんな水木ですが、10月7日にニューシングルファイアースクリームノーレインノーレインボーをリリースしました。こちらのシングルなんですけれども、記念すべき40枚目のシングルになっておりまして、ダブル A サイドとして気合い入れて、作らせていただきました。ファイアースクリームの方はですね、戦記絶唱シンフォギアという、過去に、第5期までテレビシリーズをやらせていただいた作品の、X ドライブアンリミテッドという名前がついた、スマートフォン用のゲームの、主題歌になっております。で全て歴代の主題歌は水木が担当させていただいておりまして、ものすごく気合い入れて毎回作ってるんです。というのも、もう激アツな歌で戦う作品なので、やはりその
挿入歌もものすごく熱いものが揃っておりまして、それを、まあ、統括するような主題歌ではないといけないというところで、もっともっと来いということでいつも時間をかけて練り上げてます。今回も半年の、歳月をかけて作り上げた一曲なので、皆さんに愛していただけるととても嬉しいです。そしてノーレインノーレインボーの方なんですが、これはテレビアニメ、デュエルマスターズキングという、作品のオープニングテーマになっておりまして、水木らしい爽やかな、もう聞くだけで口角が上がる、応援歌になっております。本当夢を目指す方にぜひ聴いていただきたい一曲に仕上がっております。そして、11月7日に初のオンラインアコースティックライブ7アコースティックオンラインの開催も決定しました。このライブはですね、初めてのオンラインでのライブになるのでとても緊張してるんですけれども、全ての曲、アコースティックアレンジに一から、やり直しておりまして、もうこの日だけのスペシャルな仕様になっておりますので、皆さんにぜひぜひ聴いていただきたいなと思っております。ぜひお楽しみに。それではニューシングルから1曲聴いてください。水木奈々でノーレインノーレインボー。